1876年創業時のパピールファブリック、工場1876年創業時のパピール、ファブリックの正式パピールファブリックは1872年、京都府営の製紙工場として企画され、1876年、京都梅津の桂川のあぜで開業した製紙会社。日本の製紙業黎明期の6社の一つ。パピールファブリックとはドイツ語で、製紙工場の意で設立には、 ドイツ人が大きく関わってはいたが、京都府への工場で外国資本は入っていない。1880年民間に払い下げられ、磯の製紙場、梅津製紙会社、富士製紙京都工場と変遷し、1924年、旧王子製紙に吸収され、王子製紙京都工場、1950年には日本加工製紙京都工場となり1971年まで稼働していた。 京都市京区梅津大縄場町に立つ石碑にはパピールファブリックが日本最古の製紙工場とあるが日本で最初に開業した製紙会社は1874年開業の有り社であり宝来社や小費会社もパピールファブリックより先に開業しているただし動力に水力を使う官営であるドイツ製機械を使うなど日本の製紙業黎明記の6社の中では 得意な存在ではある。なお、この項目では、紙は用紙を指し、日本伝統の思考行政和紙は考えない。明治維新後、天皇は東京に移り、東京が首都となった。このため京都の公家や管理、有力商人たちも東京に移り、京都の人口は35万人から20万人に激減し、京都の商工業は大打撃を受けた。このため、明治政府は、 租税の免除や10万円の産業期留金、15万円の官業期留金などを与え京都の産業を振興しようと考えた。京都府では1870年から府知事、牧村正直、を、環課長、明石広志高、顧問、山本角馬を中心に様々な京都の近代化政策を取ったが、その一環として、聖書や性格書など様々な様式工場を建てた。 山本角馬の紹介で、ドイツ人、ルドルフ・レーマンが親とい外国人として、京都の洋式工場を具体的に企画し、1872年、京都府は、製紙工場も企画する。ドイツ人、ルドルフ・レーマンとその兄弟が関係したので機械は、ドイツ製、工場もドイツ語で、製紙工場を意味する、パピール・ファブリックと名付けられた。一方、明治になって、日本では、 用紙製造の機運が高まり、1872年、旧広島藩主浅野家が、東京日本橋柿柄町に、製紙会社、ありつめ社を企画したのを皮切りに、東京王子の少紙会社も1872年中に、企画され、東京三田の三田製紙所、大阪中之島の蓬来社、神戸の神戸製紙所なども続いて、開業の準備を始めていた。 1872年に企画されたパピールファブリックを含むこれら日本で最初の製紙会社6社は1874年開業したアリツめ社に続き続々と開業していくのである。当時の用紙製造では原料はボロが良いとされ、製紙会社各社はいずれもボロを入手しやすい大都市に工場を設けたのである以降である。 1872年に企画された京都府の製紙工場では、この年、明治天皇が巡行された際に貸しされた10万円を元に資本金15万円が用意された。この府立製紙工場はもともと京都府民の受産奨励を目的としていたので、工場が立ち上がったら民間に払い下げる計画であり、工場地は動力として、 水車動力を使える桂川砂岩の梅津に定め、工場建設が始まる。この工場建設は当時としては大掛かりなもので、その計画に賛同した、特殊化の土橋海門が所有する、笠木さんの漁石3万個を寄付したが、大量の石を笠木山から運搬する費用とそのため傷んでしまった、道路、橋の補修で20万円もかかってしまい、無料の石の提供を受けたことで、 帰って建設費が高騰し予算をオーバーしてしまった。京都府では追加の財源に悩んだが、ルドルフ・レーマンの発案で芸技に課税して建設費を調達したという。1872年中に、ルドルフ・レーマンの兄、カール・レーマンが経営するレーマン・ハルトマン紹介を通して、ヘンマーブラザー社のドイツ製製紙機械を発注した。パピール・ファブリック以外の日本の製紙会社は、 英米の機械を採用し英米の義式を雇ったのに、対し、パピールファブリックは、ルドルフ・レーマンの縁で、ドイツ正機会と25歳のドイツ人製紙儀式、オットマル・エキスネルを採用した。1874年に採用された、エキスネルの月給は150円で、これは、少子会社支配人の谷慶像と同額で、波の職工を30人に雇える額であり、ルドルフ・レーマンには、 月給260円が支払われ、明治諸島の日本がお雇い外国人に寄せた期待の大きさがわかる。同時期に通訳県見習いとして、京都のドイツ語学校出身の下神戸光幸が雇用された。工場は1874年に寄港され、ルドルフ・レーマンは建物の瓦にペイピーアーファブリックとイレオニ瓦には、欧米政治家にとって、 忍耐と協力を象徴する闘牛の頭をデザインするなど些細なことまで手の込んだ工場建屋を建設した。工場の動力は、桂川にドイツ製の水車を設置し水力発電による電力を用いる。同業他社は蒸気機関を採用したのでこの点でも独自である。正式会はトラブルがあり、到着が遅れ1875年に到着し、 1876年1月、工場は完成し始業する。同年には、北白川宮義久新郎の随行員として、届くし、正式技術を学んできた山崎基都心が月給40円で採用された。山崎は、元都市藩市で、留学中に知り合ったドイツ女性の妻と共に、京都に転居し、エキスネル契約満了後は、下神戸と共に工場を創業した。 工場開業の日は一般府民に解放したので見物人が押し寄せ、沿道を人が埋め尽くし、道端には露店が連なる盛況であったと伝えられる。機械の運転が始まると見物人たちは驚き、感心することしきりであったという。パピールファブリックの正式機械は網幅1.5メートルの長毛小式で、あり詰め者や放来者の機械と同規模、少子会社のものよりは、 やや小ぶりな機械であった。開業したパピールファブリックの生産は順調で、初年度には27万ポンド余りの紙をすき、同規模の機械を持ち人はしばやく開業していた、宝来社の1876年の生産量27万ポンド弱と、ほぼ同量の生産量を上げることができた。工場敷地は11,195坪、建屋面積3,091坪。 工場13等事務所2棟などを要し、初年度27万ポンド余りの紙を吸いたのに続き、2年目は28万ポンド、4年目は36万ポンド、5年目の1880年には38万ポンド余りの紙を吸いた。1877年には、明治天皇も見行きされ、工場を見学している。生産は開業当初から順調であったが、 1876年当時は、師匠人も、用紙の用途がよくわからず、最初は作った製品の販売には、苦労した。この時期のパピールファブリックの商品見本を見ると、様々な大きさに裁断したり巻紙で売ったり、乗り付き乗りなし、着色の有無など様々な用途で販売を試みたことが伺えるが、輸入紙に比べると、まだ質は劣り、在庫は溜まっていった。 しかし、1876年知見用紙を大量に受注した東京三田製紙所から知見用紙の製造を委託されて経営的に救われ、また西南戦争を機に新聞用紙の受注もだんだん増えて事業は軌道に乗ることができた。1880年に磯野製紙所に払い下げられた。山崎工場長は農商務省三輪局へ転任。下神戸は管理のまま。 磯野聖紙書に移った。パピールファブリックはもともと、京都府民への受産奨励が目的で事業が軌道に乗ったら民間に払い下げられる予定で起業し、また、京都府は、琵琶湖疎水工事に予算を必要としたため、1880年、長州出身で大阪米国取引の大建物、磯野小江門に、総額8万円で払い下げられた。京都府民ではない磯野への払い下げには、 意義もあったため、磯野は京都に戸籍を移している。磯野は商人で工場経営の経験は乏しかったものの、すでに立ち上がっていた工場でもあり、磯野の静止工場経営も順調に推移する。1895年には正式機械を刷新して、イギリス製正式機械を導入し、1906年には磯野個人の経営を脱却し、磯野一族の出資による、 梅津製紙会社とし、増資の上製紙機械を増設し、生産力を増強させた。工場は1918年に火事に遭うが翌年には再建している。1924年、梅津製紙会社は富士製紙によって買収され、富士製紙京都工場となり、その富士製紙も1933年王子製紙に九州合併されたため、京都の製紙工場は、 王子製紙京都工場となった。戦時中には王子系列の日本儀川製造会社、1950年には日本加工製紙京都工場となり、1971年まで紙を作り続ける。工場は松尾京都を南詰めにあったが、1971年に工場が閉鎖された後はマンションなどが建ち、工場であった面影は今はない。ありがとうございます。